ルビーの指輪のヒット曲で知られる俳優の寺尾明さん。現在では渋い演技をする俳優として様々なドラマや映画に出演していますが、あの石原プロとの対立が話題になりました。石原プロとは何があったのでしょうか一緒に見ていきましょう。寺尾明さんのプロフィール。本名寺尾明。青年月日。1947年。 5月18日、出身地、神奈川県横浜市、身長176センチ、血液型、A 型、学歴、文化学院、所属事務所、寺尾音楽事務所、経歴、寺尾明さんは横浜で生まれた後、目黒区で育ち、中学では野球をしていました。 中学卒業後は法政大学第二高校に入学します当時とてもやんちゃだったようで問題行動を次々に起こしすぐ退学になってしまいました翌年に和光学園高校に再入学し直しましたがここでもやんちゃな行動は変わらず定額処分を繰り返して留年し1年生を2回も繰り返しましたそんな寺尾さんに対し母は 一年生を三回も経験する人なんていないと赤飯を炊いて笑い飛ばしてくれたそうです。当時、寺尾さんは高校に入ってから本格的に音楽にハマり、エレキバンドを組んでいました。当時、エレキバンドは素行の悪い生徒がやるものだったらしく、エレキギターにハマった寺尾さんはバンド活動に熱心になっていたために、低額を繰り返していたようです。 その後、二十歳でやっと高校を卒業しました。そんな寺尾さんは、高校在学中には、ザ・サベージというバンドを結成し、1996年にデビューを果たします。デビューシングル、いつまでもいつまでもをリリースし、2枚目シングル、この手のひらに愛をが大ヒットします。しかし、デビューしてほどなく、音楽性の違いと仲違いを理由に、寺尾さんは脱退。 バンド脱退後の1968年に石原裕二郎さんが制作、主演を務めた映画、黒部の太陽で俳優デビューを果たしました。この出演をきっかけに俳優への道を本格的に目指し、石原プロに所属しました。その後、数々の石原プロのドラマに出演し、二枚目俳優として活躍していきます。父親はあの偉大な俳優 寺尾明さんの父親は俳優だった宇野十吉さんです。宇野さんは日本を代表する劇団、劇団民芸を立ち上げました。寺尾さんは俳優を目指したとき、父親の劇団である劇団、劇団民芸に入団しようとします。しかし、父親の宇野さんが息子が親の七光だと周りに言われてしまうのを危惧し、寺尾さんの劇団の入団を認めませんでした。 その代わりに親友である祐次郎さんに息子の寺尾さんを紹介したことが石原プロに所属した背景だったようです。寺尾さんは父親について自分が道を踏み外さなかったのは親父のおかげ芝居のことは100%父に教わった父は自分の師匠であり芝居の神だったと語っているほど父親に感謝していました。病気で激痩せ 俳優として活躍していた佐中、寺尾さんは29歳の時に大病を患います。ストレスにより胃に穴が開き、激痛を伴う先行性胃潰を発症します。4日間意識を失い、なんと20キロも痩せてしまいました。この病気により胃を80%も摘出する手術を受けています。壮絶な闘病生活とリハビリを行う中で、 なかなか体力も戻らずついに俳優を辞めなくてはいけないかというところまで追い詰められましたしかし何か食うために収入を得ないとという思いからこれまで作った楽曲をレコード会社に売り込みその中に入っていた曲がルビーの指輪だったのですルビーの指輪の大ヒットで決死の思いで売り込んだデモテープの中に入っていたルビーの指輪 これまで俳優活動と並行して歌手としても活動していましたが、10年ほどはなかなか売り上げが伸びませんでした。しかし、このルビーの指輪は空前の大ヒットを記録します。1981年の販売当初はあまり売れていませんでしたが、徐々に売り上げを伸ばし、発売から1ヶ月以上経ってからオリコンチャート1位を獲得しました。そして、当時の人気音楽番組、 ザ・ベスト10でも1位を記録し、12週連続1位という番組史上の最長記録を更新。この記録は番組終了まで破られることはありませんでした。この曲で日本レコード大賞の大賞を受賞し、NHK 紅白歌合戦にも出場しました。ちなみにレコード大賞とアカデミー賞、最優秀男優賞をどちらも獲得しているのは寺尾さんだけだそうです。 石原プロとの確実の真相とはルビーの指輪が大ヒットした翌年の1982年寺尾さんは所属する石原プロとの関係が悪化してしまいます全国ツアーをめぐってスタッフと意見がぶつかってしまったのです寺尾さんは全国ツアーをするにあたりファンへの感謝の気持ちを込めたツアーなんだから取材席は一切いらないと主張し 一人でも多くのファンに席を用意したいとの希望を石原プロに伝えていました。しかしツアーが始まると関係者席やマスコミ用の席が多く用意されていて、しかもその座席が余ってしまっていたそうです。この対応に激怒した寺尾さんはスタッフと衝突してしまい、石原プロの間に亀裂が生まれてしまいました。 そもそも大ヒットしたルビーの指輪のリリースについても石原プロと揉めていたそうです。石原プロのスタッフたちにルビーの指輪を聞かせたところ、お経のような曲で売れるわけがないとリリースしない方がいいと難色を示されたそうなのです。しかし、社長であるゆう郎さんの、まあ、出してもいいじゃないという一言で発売が決まりました。このエピソードをきっかけに寺尾さんは、 会社は自分の歌を理解してくれないと不満が溜まっていったようです。この全国ツアーをめぐる揉め事以降、ツアーは事務所が関与していない自主公演の形をとるようになりました。その後、石原プロとの関係は良くなることがなく、石原プロは1982年5月に寺尾明を感動したと脱退を発表しました。 しかし、寺尾さん自身は石原プロとは絶対に喧嘩別れではないと語っています。ファンファーストの寺尾さんとマスコミに対しての義理も大切にせざるを得ない会社側との溝が埋められなかったことは事実です。しかしこれはどこの会社でもあり得る経営者と社員の溝なのかもしれません。現に石原プロは脱退する寺尾さんに対し、 会社側が所有するすべての権利を寺尾さんに譲渡しているそうです。様々な対立はありましたが、石原プロは、可愛い子には旅をさせよという気持ちで寺尾さんを温かく送り出しています。借金で自宅売却 ?2003 年に寺尾さんが莫大な借金を抱えていると報じられました。銀行の借り入れの支払いが滞り、火の車になり、 連帯保証人である妻の銀行口座も仮差し押さえ処分になってしまったそうです。父から受け継いだ実家や自宅も借金返済のため売却したそうです。借金の総額はなんと2億円にも上ると噂されました。借金の理由については寺尾さんの口から語られたことはありませんが、寺尾さんは高級車が好きで、豪遊する姿も見られていたので、もしかしたら、 寺尾さんの金遣いの荒さが原因だったのかもしれません。この借金を完済するまで8年ほどかかったといいます。自宅を売り払った寺尾さん夫妻は2012年には妻の名義で横浜市内に7000万円ほどのマンションを購入しているため借金生活からは脱却できたようです。石原プロ退団後は 石原プロを辞めた後は黒沢明監督の作品に立て続けに出演しました。2001年に黒沢監督の意向を映画化した雨上がるで主演を務め、その演技が高く評価され、日本アカデミー賞の最優秀主演団優賞を受賞しました。そして2008年には四竹砲賞を受賞します。この四竹砲賞は父の宇野さんも受賞していて、 親子2代での受賞となりました。現在も毎年途切れることなく、様々なテレビドラマや映画に出演しています。2018年には旭日小受賞を受賞しました。現在は渋い俳優として作品に味を出している寺尾明さん。若かりし頃はだいぶ尖っていたようで、石原プロとの衝突には驚きましたが、 寺尾さんの強い信念から来るものだったのかもしれませんねこれからも寺尾明さんのさらなる活躍を願っていますあなたはどう思いましたでしょうか寺尾明さんの信念が素晴らしいと思った方は高評価をお願いしますまたこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょうチャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします 最後までご視聴いただきありがとうございました。